皆さんこんにちは、キャミになりたいシュガさんです。今日は筋トレをお休みしようと思います。なんでかっていうと、これから話していくんですけど、今日話すテーマは筋トレ初心者が絶対にやってはいけない3つのポイント、こちら体験談となっておりますので、ぜひ聞いてください。で、1つ目なんですけど、アブローラーとかドラゴンフラッグはある程度筋量がなければできないということですね。つまり初心者はやってはいけないんです、筋トレ初心者はね。私の父がアブローラーできるんですけど、やっぱ元職人なんですよ。で、力もあるし、やっぱ重いもの持ったりとかする人だったんで、そういうところでまず筋量が全然違うんですね。で、私は美容系なので、そもそも筋肉がつかないんですよ。で、そのベースが違うところで、お父さんできんだったらできんじゃんと思ってやっちゃったんですよ。で、1ヶ月経ってくると筋肉もね、ちょっとずつついてきて、体の変化も変わってくるのでできるんじゃないかと思ってやったんですけど、ブチッて音がして嫌な感じがしたのでやめました。で、いろいろ調べていったら、結構アブローラー、初心者の方でもできるよみたいな感じで、壁にタッチしてとかやってるんですけど、やっぱ私は腰が弱いので、ある程度筋肉つくまでは危険だなと思いました。で、皆さんもやっぱりアブローラーってできたらかっこいいじゃないですか。しかも筋肉すぐつきやすいというか、最強のトレーニングみたいな言ってる人いるんですけど、あれはあくまで筋肉がまあまあある人に向かって言ってますからね。本当に初心者に対して言ってないです。私みたいな初心者はアブローラーとか大技は絶対 NG、 基本的な筋トレメニューを正しいフォームでやっていくっていうのが一番大事なので、皆さん気をつけてくださいね。私みたいにならないでね。で、2つ目、これはなる人ならない人いるんですけど、私日光アレルギーなんですね。で、昨日公園トレーニングして背中の動画撮ろうと思ったら、ちょっとキッズがいっぱいいたんで撮れなかったんですけど、なんかその時に4時間ぐらい外にいたんですよ。そしたら腕に水泡できるわ、ここがもう赤く、ちょっと動画だと分かんないですけど赤くただれちゃうわ、頭痛はするわ、熱は出るわ、でもすごい大変だったんですね。で、あんまり日光の下って基本的に出ないんですけど、ものすごく大変だったので、自分の体調管理はしっかりしましょうってことです。過剰なダイエットでご飯を減らす人もいると思うんですけど、ご飯はしっかり食べた方がいいと思います。バランス考えてね、炭水化物抜きダイエットもいいんですけど、やっぱりね、食べた方がいいんじゃないかな。ちょっとだったらちょっとね、完全に抜くっていうのは危険ですね。あと油も完全に抜くって危険だし、慣れてる人ならいいんですよ。ただ最初からいきなりバッてやっちゃうと結構ね、体に出やすいというか、私の場合はいきなりね、日光に当たっちゃいけないのに、もう楽しすぎて、筋トレが楽しすぎてやっちゃったっていうのがあるので、皆さん自分の体調と自分の体の体質をしっかり見極めて筋トレしていく、ダイエットしていくっていうのが重要だと思いますので、頑張ってやってみてください。で、3つ目、これ多分落ちりやすいんですかね。なんか筋トレ1ヶ月2ヶ月やってくるとやりすぎてしまう。で、やりすぎるっていうのはどういうことかっていうと、基本的に私は1週間で毎日バラバラのメニューを取り入れてたんですよ。なのに公園トレーニングで、いろんな健康優遇があったので、本当は昨日は背中の日だったのに、腕だったり太ももだったりやりすぎちゃったんですよね。そうすると次にやりたいって時に筋肉痛になってたりするとできないんですよ。で、それでなんかやっぱり自分でちゃんと作ってきたルールがあったのに、それをぶち壊してしまったんですね。あまりにも筋トレが楽しくなりすぎて。だから筋トレは楽しくなっちゃうんですけど、我慢してください。もう今日この部位って決めたらその部位しかやらないで、その方が絶対将来自分にはいいから。私はこれ失敗しちゃいました昨日。もう楽しすぎて、もうわーって言って、もう筋肉痛なんですよ。こんな状態で頭も今日光によって痛いし、腕も痛いし、もう全身痛いしだるいみたいな状態で、これは果たして健康と言えるのかという状態になっているので、皆さんもね、この3つのこと気をつけてみてください。1つ目、アブローラーやドラゴンフラッグなど大技は筋量がないとできない。2つ目、健康管理はしっかり、自分の体調をしっかり勉強しながら、食事メニュー、
体力づくり、環境づくりをやっていくこと。3つ目、筋トレは毎日一つの部位しかやっちゃダメ。他の部分をやったらメニューのバランスが崩れて、それでやらなくなるってことがあり得るので。じゃあ皆さん分かりましたでしょうか。これは私の体験談なので、他にもね、筋トレ中やっちゃいけないことってあると思うんですけど、私はこの3つのことがやばかったので、皆さん気をつけてくださいね。じゃあ皆さん明日毎日筋トレでお会いしましょう。バイバーイ。